丸山加奈子の花丸ラジオ。どうも、最高位戦日本プロ麻雀協会所属麻雀プロの丸山加奈子です。さあ早速ですが、私もう毎回毎回話し出すと止まらなくなってしまうので、先にメールの紹介をしていきたいと思います。東京都ラジオネーム星空のガーディアンさん、まるこさんこんばんは。私は学校の中学校の教員をしていますが、最近麻雀が好きっていう子が増えてきてます。おお嬉しい。この調子だときっと将来的にプロ雀士になりたいと進路希望に書く子が出てくると思います。そんな子に対してどうアドバイスすればいいでしょうか。まるこさんのご意見をお願いします。私は応援したいですが、保護者が関わるとまた難しいですね。なるほど。まず中学生に麻雀がこう広がってるっていうのがリアルな声が聞けてすごい嬉しいですね。あのつい先日、私あの HQ、子供麻雀教室っていうのを開催しまして、第1回目の子供教室だったんですけど、あの前半午前午後の部分ってやったんですけど、60人ぐらいの小学生とあと中学校高校生の子たちがあの来てくれてっていうのをやりまして、その時もね、あの将来プロ雀士になりたいって子が実はたくさんいました。だいたいね、多分一部の小学生で3分の1ぐらい手を挙げてくれてたのかな。中学生高校生でも手を挙げてくれてた子がいて、なんで、まあ、こういう風に将来の進路としてプロ雀士っていうのは、まあね、出てきておかしくないというか、出てくるんじゃないかなっていうか、すでにもういると思うんですが、まあでもね、やっぱり麻雀プロの世界はですね、まあそんなに簡単なあのいい面ばかりではないというか、なかなか厳しい部分もあるのはあの事実ですね。例えば M リーグでいうと、今って4人1チーム、9チーム36人だけがその麻雀プロのチームに所属して年俸をもらえる選手が36人です。ただ、プロ雀士の人口ちょっと何人とか、あの正確な数字わかんないんですけど、まあ、2000人以上はいると言われていますと考えたら、ねえ、麻雀プロをお仕事にするっていうのは、麻雀プロだけで生活をするってなると、まああの難しい部分もあるのもまた事実なんですが、ただあのね、プロ雀士になるイコール麻雀プロだけを仕事にしなければいけないはイコールじゃないです。プロ雀士の中でもサラリーマンをしてる方もいますし、お医者さんをしてる方もいますし、弁護士をされてる方もいます。二足のわらじのプロ雀士たくさんいますね。 M リーガーだと、オカピは今テレビで活躍しててグラビアもやっててっていうのもありますし、萩原さんでいうと俳優をやっててプロ雀士もやっている。あと伊達有沙ちゃんだと、声優をやっててプロ雀士をやっているというふうに、あのプロ雀士っていうのはプロ雀士だけしか、プロ雀、将棋の棋士の方って多分将棋の棋士だけってなったると思うんですけど、あのプロ雀士は何々とプロ雀士っていうのができるちょっと特殊な、ま、あのプロ業界だと思うんですね。なのでどういう風にアドバイスすればいいかっていうのは、まあ、でもその子がプロだけでやっていきたいっていうんだったら、まあ、それはもうその子とそのご家族の問題になっちゃうので、なんかまあちょっとデリケートで何とも難しいんですけど、なんか私の価値観だと、人生一度きりなんだから好きなことをやってみたいことを挑戦したらいいんじゃないっていうタイプなので、私が親だったら、ただ
自分の力で生きていけよっていうのを踏まえた上で、まあ実際私がそうなんですけど、 OL を辞めて麻雀プロ一本でやってるんですが、あの自分の力で生きていけるなら好きなことやりなさいよって私の親は言ってくれたので、まあ私も自分に子供ができたらそういう風に言うなっていう風に思ってます。ただなんかあの生活大丈夫かしらとか不安になる親御さんがいても、まあ、おかしくないのかなと思うんですけれども、あのこういうことをやりながらプロになる道もあるよっていう風に伝えることによって保護者の方も安心できるのかなとは思うので、あのプロ一本という道もあれば、プロと何かをしながらプロもやるという道もあるよっていうことをあの伝えていただくのが一番いいのかなと思います。ということで、はい、今回の先生からの回答は以上となります。さあそしてですね、早速コーナーへ移りたいと思いますよ。今回のコーナーは食のプロフィールを埋めようファイナル。食べることが大好きな私が今 SNS などで話題の食の好みを書く食のプロフィール帳を埋めていきたいと思います。これまで2回やりましたが、いろいろ喋りすぎてまだ4分の3までしかできていないので、正真正銘今回で絶対に絶対に絶対に最後まで埋めていきたいと思います。これだって1回目やったのいつでしたっけ、もうないつだっけ、第2回の放送でやってるんで、今回第11回目の放送なんですね。もうどんだけかかんねんっていうね、もう私喋りすぎました、食べ物に関して。もう食に関してはねエピソードが止まらないんですよ。さあやっていきます。食のプロフィール帳ハッシュタグ食のプロフィール帳で調べたらその食のプロフィール出てくるので、皆さんぜひねあの X で調べてみてください。前回なんてねもう恐ろしいですよ、どっち派のコーナーで終わったんですよ。右半分のページのどっち派で終わるってやばくないですか。さあもう怖いんで始めます。早速じゃあその横にしましょう。どっち派のコーナーの右横、最近ハマっている食べ物。最近ハマっている食べ物は生ハムかっこファミマ、あのファミマに売っているしっとりロース生ハムかな、しっとりは私が食べた感想かもしれない、ロース生ハムかな。あの生ハムにもいろいろ種類があって、こう切り落としたような生ハムだったり、なんか部位がロースだったり、なんかあのいろいろあるんですけど、あのファミマのロースが一番ね柔らかくて美味しいんですけど、まあおすすめポイントで言うと柔らかい、手ですごくちぎりやすいんですよね。で、あの私の好きな食べ方なんですけど、私は好きな食べ物をちみちみ食べるのが好きで、例えば裂けるチーズもほんと1ミリぐらいのすっごい細いやつで裂いて食べるのが好き。ベビースターラーメンで言うと1個ずつ食べるのが好き。なんでこう生ハムですね、ちぎってちみちみ食べるのが好きなんです。なんで手でちぎれる生ハムが良くて、この柔らかい生ハムは手でちぎれるんですよね。なんでこれをちぎって6枚入りとかわかんないけど、それをちみちみ食べるのが好きです。生ハムはまあ普段はね買ったらそのままパック開けてそのままちみちみ食べるんですけど、たまにアレンジするとすると、まあ、きゅうりに巻いてみたりとか、チーズに巻いてみたりとか、一番おすすめはアボカドですね。あのちゃんと完熟した柔らかいアボカドに生ハムを巻いて食べるのがあのごちそうですね。私にとっても本当に大好き。あのお正月とかには必ずアボカドと生ハムを買ってそう巻いて、おつまみっていうか、まあお酒全然飲まないんですけど、うちお母さんも飲まないんですけど、
私実家帰ったら、実家のお正月って好きな食べ物を好きなだけ買い込んで家に引きこもるっていう生活を母ともう何年もやってきてるんですけど、その中のメニューにも生ハム、アボカドの生ハム巻きは入ってます。これ美味しいです。次、コンビニで買えるもので大好きベスト3。生ハム1位、生ハム、あ、3位から言えばよかった、1位言っちゃった。1位生ハム、2位避けるチーズ、3、3なんだろう、あ、ね、もうこの生ハムと避けるチーズのペアでずっと買ってるんですよね。まあ、コンビニ寄ったら、家帰る前にコンビニ寄ったらついでに買うやつこれみたいな感じで大好きか。あ、忍者飯グミですね。忍者飯のソーダ味かな。はい、以上です。次、苦手またはまだ良さがわからない食べ物。私ね、あんまり好き嫌いないんですけど、それでもあります。まずはね、もう一番最初に出てきたやつがこれだ、グリーンピース。理由？え？こいつがいると全ての味を邪魔する。グリーンピースいるだけでなんか全てグリーンピースの風味になってすごい邪魔なんですよね。本当に意味がわからない、グリーンピースに関しては。あ、でもね、こういうこと言うとさ、グリーンピース農家の皆さんごめんなさいって気持ちになりますけど、大丈夫です、安心してください。グリーンピースが好きな人もいるんで、あの、私が嫌いな分は好きな人に埋めてもらえると思うので、はい、グリーンピース好きな人はたくさん食べてください、よろしくお願いします。あとは、あ、これです、酢豚に入っているパイナップル。酢豚に入ってるパイナップル苦手です。私嫌なんですよ、おかずがしょっぱいのに甘いみたいな、その組み合わせ本当に嫌で、なんかね、子供の頃に食べたマヨネーズがあえてあるサラダに缶詰のみかんが混ざってたことがあって、あ、それも嫌。なんか本当に、え、そのまましょっぱいやつでよかったじゃんみたいなやつになぜか果物混ぜてくるやつが、どうしてもその組み合わせが下せぬってなってて、なんかね、ダメなんだよね。だから生ハムメロンもダメ、生ハムは生ハムでいいじゃんみたいな、しょっぱいはしょっぱいとでいいじゃんって思ってしまうですね。アボカドは、生ハムアボカドは、アボカドってちょっと果物、果物っちゃ果物なのかな、だけどね、味が甘くはないっていうか、ほとんど無に近くて、食感がこうトロッとしてるんですよね。よくなんかアボカド醤油で食べるとトロみたいなね、も言われてたりもしますけど、そのしょっぱいものと組み合わせて主張しないのでアボカドはいいんです。むしろもう最高な組み合わせなんですけど、いや、怖い怖いです。あの、甘い果物としょっぱい食べ物の組み合わせ全部怖い。あー、もう冷麺のリンゴもダメです。もう本当に嫌だ、もう本当に本当にいらない、ごめんけど、ごめんけど本当にいらないって思ってるのが、あの、その組み合わせですね。あと苦手なものあるかな、でもそれぐらいかもしれない。これほんと無理みたいなの、あ、
あれか、私生肉とかも好きだし、別にいろんな種類の肉好きなんですけど、昆虫食だけはちょっとトライしたことないし、今後もする予定もないんで、あのそれ食べ物に入れていいかな。まあでも昆虫食あるもんね。昆虫もダメです。イナゴとかはあの興味が湧きませんでした。結構ね、いろんなもの食べてみたい、珍味とかも興味あるっていうタイプではあるんですけど、はい、あのこの範囲は挑戦しないことにします。次、死ぬ前にこれ食べたい、選べないけど、まあユッケでしょ、レバ刺しでしょ。もういいもんね、死ぬって決まったら別にレバ刺し食べていいもんね今は食べちゃダメだけど、死ぬって決まったらレバ刺し食べていいもんね。お腹壊したっていいしね。ユッケ、レバ刺し、ウニ、カニ、アボカド、チーズ、普段焼肉で焼いている塊肉を生でかぶりつきたい。焼肉、あの新鮮なやつ、牛の大きな塊を生でかぶりつきたい。書ききれない、牛の生肉塊、これを食べれたら満足して死ねるかな。あ、グラタンも食べたいなどうしよう。あ、大トロも食べたい。海鮮、やばい、もう書ききれなくなりました。書ききれなかったのでこのぐらいにしておきます。いやでもなんといってもやっぱ生肉だよな。生肉食べまくって死ねたら本望だ。次、まだ食べてないけど食べたい、なんだろう、食べたいものはすべて食べてきたんですよね。結構これ食べたいと思ったらもうすぐ食べに行ってるから、今食べてないけど食べたいものって何なんだろう、わかんない、思い浮かばない。しっかりと今まで食べてきた。はい、大人になってから好きになった、あ、しいたけですね。実は子供の頃キノコ嫌いで、しめじとかも嫌いで、なんかようわからんって思ってたんですけど、大人になってというか、高校生ぐらいからかな、あのバターで焼いたキノコ類が美味しく感じるようになって、多分うちのお母さんが美味しい美味しいって食べてて、なんで私はこれ苦手なんだろうと思って食べてみたら、あ、美味しい気もするってなって、そっからあ、やっぱ美味しいかもってなって、今はねむしろキノコ大好きになって、しいたけ、りんげ、のき、まいたけ、マッシュルーム、スーパー行ったらキノコ必ず買うぐらい好きになったんで、そう、あのね、食わず嫌いの人もね、ちょっとね時間経ったらね一回食べてみた方がいいと思いますね。もういいって拒絶するんじゃなくて、食べてみた方が、あのやっぱ美味しいじゃんっていうのに気づけるかもしれないので、ぜひ食べてみてください。あ、海外の料理で特に好きなもの、あ、これいい、おすすめの料理があります。タイで食べられるプーパッポンカリー。今なんて言ったって思った人いると思うんで、もう一回言いますね、ゆっくり言います。プーパッポンカリーです。これはですね、カニの卵カレー炒めっ
ていうもので、これタイ料理なんですけど、これね現地で食べたプーパッポンカリーが本当に美味しくて、私がいつ行ったっけな、何年前なんだろう、多分 7,8 年前の話なんですけど、私高校の同級生と2人でタイに旅行に行きまして、でそこでタイ旅行に行くにあたって、前勤めてた会社の上司が海外旅行好きの人がいたんで、何食べたらいいですかって聞いたら、プーパッポンカリーって言われて、最初プーパッポンカリーって言われたら、え待ってもう一回言ってみたいになって、何なんて言ったっていう、もう聞いたことがない、ちょっと日本語すいませんね、聞いたことがない言葉出てきたと思って、なんぞやだったんですけど、まあ、言われた通りね、現地に行って食べに行ったわけです、プーパッポンカリーを。そしたらめちゃくちゃ美味しいんですよ。まずカレー風味なんですけど、味はね結構日本人が好きだと思います。マイルドな卵で炒めてるんで、カレー風味なんですけど、辛いっていうよりは甘辛いマイルドな味で、カニと卵がこう組み合わさってトロトロした感じなんですけど、すっごいご飯に合ってめちゃくちゃ美味しいです。でもうタイね3泊5日だったんですけど、その3泊してる間で2回食べに行きましたね。1回食べて、え帰る前に絶対もう1回食べたいってなって、なんかこっちで食べたことなかったんで、あっちでしか食べれなかったら嫌だなと思って2回食べに行きました。もしねタイに行く人がいらっしゃいましたね、タイのソンブーンっていうお店かな、ソンブーンだった気がする、ソンブーンってお店のプーパッポンカリーは絶対に食べた方がいいです。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、次マイベストご飯屋さん、うわ難しい、これ難しいよ、わかんないよ、3、2、1、えなんか何々ベスト3とかだったらいいけど、ご飯屋範囲が広すぎてやばい、停止しちゃった、ちょっとこれじゃあ時間かかりそうだから、やばい、その横個人的なんちゃらベストトップ3も難しいし、じゃあ個人的北海道のお土産お菓子トップ3にしますね。はい、皆様におすすめしたい北海道お土産お菓子トップ3、第3位ナンバー3か、ナンバー3、ちょっと 1,2,3 の順番決めよう。キバナ、これはね甘いお菓子なんですけど、ナッツとキャラメルかな、なんかキバナってね子供の頃から私食べてたお菓子でめちゃくちゃ美味しいです。あのね私あんまり甘いものそもそも好きじゃないんですけど、キバナ北海道これね美味しいのよ。あこれあれだ、北海道のお菓子じゃなかった、旭川の洋菓子店のお菓子だったわ、ダメだ、ちょっとまあいいか。旭川にはね壺屋っていうお菓子屋さんとね北クラブってお菓子屋さんがねあってね、まあ他にもあると思うんですけど、私がよくおばあちゃん家に行く時とかにお菓子買ってこうってなったら寄ってたのが壺屋と北クラブ、ここのお菓子屋さん美味しいんで旭川来た人はぜひ食べてみてください。ちょっとこの木花消します、旭川でした。じゃあまああれか、あれだ、六花亭のね白いチョコレートなんですけど、六花亭のフリーズドライしたいちごに白いホワイトチョコレートが周りにコーティングされてるやつ、ちょっと商品名わかんないんだけど空港とかで売ってますね。六花亭のストロベリーチョコだ、これは美味しいです。あんまり甘いもの得意じゃなくてもいちごが好きだったら、いちごフリーズドライのいちごが丸まんま1個入ってて甘すぎずに食べれるお菓子なので、
お土産におすすめですね。そして第2位はジャガポックル。ジャガポックルはまあ、聞いたことあると思いますが、結構有名なお菓子で、まあ、ジャガビーに近いのかな、コンビニに売ってるお菓子だと。ね、これは安定して味がうまい。で、渡したら結構ほとんどの人が喜んでるイメージなので、これはね、硬いですね。しょっぱいものが好きって人にはこっちのお菓子の方が喜ばれると思います。そしてね、ジャガポックルを超える大物がいるんですよ、私界では。これはもうすごいんだから。名前はですね、ポテコタンです。名前かわいい、ポテコタン。これもね、しょっぱいお菓子です。これはね、カルビーさんが出してるお菓子なんですけど、これは北海道の玉ねぎとじゃがいもがギュッと一緒になったおやつということなんですけれども、ハッシュポテトみたいな感じかな。で、揚げた玉ねぎが好きな人、サラダとかにさ、揚げたオニオンのなんかチップみたいなのってて、ああいうのが好きな人は絶対好きです。ちょうどね、玉ねぎの甘みとじゃがいもの芋の味と塩っ気がもうほんとマッチしてて、めちゃくちゃ美味しいです。でね、まあ北海道ってもともとアイヌの人がいて、そのこのポテコタンのコタンってアイヌ語で集落というを表す言葉らしいんですけど、人が暮らす場所をアイヌ語でコタンと言います。ポテコタンはジャガイモと玉ねぎがギュッと一緒になっていることから、コタンという言葉を商品の名前に使わせていただきましたとあります。なんかね、北海道の歴史もちょっとこうギュッとなってるような商品なんですけど、これも本当に美味しい。私ね、一番好きなのがポテコタンなんで、ジャガポックルは聞いたことあるけど、ポテコタン聞いたことなかったって人はね、結構いると思うので、これね、ぜひね、食べてみてください。あと紹介し忘れて追加で言いたいのが、カズチ、カズノコとチーズのね、おつまみ。これね、酒好きの人にはね、たまらんと思いますね。これも一応ナンバー4とかで入れとこうかな。はい、ということで、個人的北海道お土産お菓子トップ3出せました。さあ、どうしたらいいかわからんマイベストご飯屋さん、やばい、次回って言われてる。まずいって、まずいって、もう今日で終わろうって言ったのに。いやいや、もう出します、出します。あ、わかった。はい、これ勝手にもうマイベストご飯屋を、じゃあ、はい、いきます。第1位、イケバタ。これは新宿歌舞伎町にある焼肉屋さんですね。まあね、美味しいお店はたくさんあるんですけど、お店楽しいというか、たくさんお世話になったお店っていうのがやっぱりありまして、池端さんはもともと高田馬場でカウンター焼肉をやってたんですけど、その焼肉屋さんに私は対局の前後通ってて、まあ、すごい常連だったわけなんですが、その池端さんが出した2店舗目がね、新宿のお店で、でも今もう高田馬場のお店なくなっちゃったんですけど、この新宿の池端さん、店内にね、私のサインも書いてありまして、すごいお世話になってるお店でございます。なんでね、定期的に、ああ行きたいな、みんなと行きたいな、誰か連れて行きたいなって思うお店が、まず池端さん。そしてもう2位、ちょっと1位2位3位よくわかんないけど、荻窪にある広島炊き肉ショーというお店ですね。ここはカウンターがあって、まあ、テーブル席もあるんですけど、まず料理がめちゃくちゃ美味しかったんですよね。桃江ちゃんと初めて行ったんですけど、でカウンターでお話ししてたら、店員さんたちすごく気さくで結構会話しまして、でその後なんか一人で後日また食べたいなと思って足を運んだら、まあ、1ヶ月2ヶ月空いてたんですけど、あの時ここに座ってた人ですよねって覚えててくれて、みたいな。
なんかそれも嬉しかったのもあるし、料理も美味しかったのもあって、なんかねもうすごいまた行きたくなるっていうお店が、こちら荻窪にある広島炊肉翔さん。そして3位じゃないね、もうこれ 順位1回今日 消させてもらって、神田にある南州屋さん、ここはね、これね、みんなにおすすめしたいお店を今言ってますね。マイベストっていうか、ちょっと思い浮かばなかったんで、これでいきます。南州屋さんはあの M リーグのスポンサーもやってた、居酒屋さんなんですけれども、結構ね野生の M リーガーがいたり、店内にはサインがたくさんあったり、いろんな美味しいご飯がありまして、で私ねそこの初敵がめちゃくちゃ好きで、あのごま油で和えられたごま油塩で初が、あの生初が食べれるんですけども、超美味しいです。あとはあのしめ鯖好きな方、炙りしめ鯖あるんですけど、その場でしめ鯖丸まんまを炙って、最後に自分でレモンをチュッてかけるんですけど、炙りたてのしめ鯖にレモンをチュッてかけると音がジュッてなって、はい、これがまたね食欲をそそるんですよね。今新宿、荻窪、神田、いろんなエリアのご飯屋さんを紹介しましたので、ぜひ皆さん行ってみてください。まあ、私あの自分の YouTube やってるんですけど、美味しかったお店結構じゃないですね、まだちょっと 2個ぐらいしかお店紹介できてないんですけど、今後もご飯屋さんの紹介は勝手に自分が美味しいお店を勝手にあの動画を出していく予定なので、はい、あの私が行ってほしいベストご飯屋さんはそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。はい、また今日もとんでも長いお時間になってしまいましたので、そろそろ終わりたいと思います。はい、まずは食のプロフィール帳ようやく埋めれました、よかった。はい、この番組ではあなたからのメールをどんどん募集しています。番組ホームページにあるメッセージフォームからどしどし送ってください。またこの番組の OD プレミアムの方では、プレミアムでしか聞けないマルコのこぼれ話をしちゃいます。今回はようやく書き終わった食のプロフィールの延長戦、プレミアムも私の好きな食べ物の話していきたいと思います。ぜひ登録して聞いてください。番組の感想は X でハッシュタグはなまるラジオ、すべてひらがなではなまるラジオとつけて投稿してください。はい、このはなまるラジオ、仲いい友達にもどんどん拡散してもらえたら嬉しいです。それではまた次回、さようなら。